ヘイワサップ山本です。皆さん、朗報がございます。以前、ユナイテッド航空のマイル使って発見する ANA の国内線のマイル数が改定になったりだとか、ルールが変わったよという動画。 公開させていただきましたあの時は3日連続でルールが変わってもう本当に大変だったんですけれどもあれから2週間経ちましたが再度ルール変わりましたこれはいい方向に変わりましたので今回このことについてお話ししたいと思いますこのチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験の山本ベリーが私山本が旅の情報フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします皆さん本当にもう良かったです僕も安心しました結論から言うと1回のり継ぎの場合 でもマイル数同じになりました具体的に検索していきましょうか例えば今札幌から宇部見てますが宇部だとちょっとマイル数が多くなるので一番わかりやすい東京にしましょうか東京です以前ですとルールが変わった後5000マイル直行便のみという形で経由便を選んでしまうとマイル数が12500マイルに変わってしまったのですが現在は 経由便を選んでもご覧いただいている通り、5000マイルで OK です。しかも、福岡経由東京ということで、距離がかなり遠くなったとしても、出発地から目的地までの距離が800マイル以下、800マイル未満、どっちかごめんなさい、忘れちゃったんですけども、とか800という数字が肝心なんですけども、それ以下未満の場合ですと、5000マイルになりますので、これだと札幌から福岡単体で調べると、これ8000マイルになります。ただし、最終目的地がこの場合東京ですので、 出発地と最終目的地までの距離で計算されます。この場合は乗り継ぎ便選んだとしても5000マイルで行くことができます。ありがたいね。先の宇部空港見てみましょうか。宇部空港の場合、札幌出発の場合ですと、ギリギリ宇部から西の方が8000マイルになってしまいます。ただ直行便ありませんので、宇部の場合は必ず乗り継ぎになります。ただ、宇部も東京便しか出ておりませんので、おのずと札幌から東京経由宇部この場合ですと8000マイルになります。 で直行便が出ていないところですと、実はもう1回乗り継げるよという暗黙のルールみたいなのがありまして、この場合ですと2回乗り継ぎ選ぶこともできるんですけれども、2回乗り継ぎを選ぶとこんな感じ、1万7500マイルということで、マイル数が増えてしまいます。なので結論から言うと、1回の乗り継ぎであれば直行便と同じ前で取れますよというのが今回の変更になりまして、これは800 601マイル以上かなの区間の場合が直行便もしくは乗り継ぎ1回で8000マイル乗り継ぎ2回以上ですと17500マイルになりますよということで例えば距離が短いところを検索してみましょうか函館から青森で調べてみましょう函館青森もちろん普通行けば JR 新幹線だとかフェリーで行くのが一般的ですし直行便なんかもちろんありませんこのケースで検索かけてみるとどういう結果が出てくるか 直行便がありませんので、1回乗り継ぎのみにはなるんですけれども、ご覧いただいている通り、函館から大阪経由青森、これも5000マイルですし、あとは出てきたとしても札幌経由のみにはなってくると思うんですけれども、あと2回乗り継ぎしか出てこないとこんな感じですね。函館から東京、札幌経由青森、12,500マイルです。これがもちろん1回乗り継ぎになると5000マイルで発見できますよということで、このように変わっております。あとはもっと距離が遠い場合、 今まで石垣だったらかなりマイル数増えてたんですけれども、石垣を検索してみると、どのような結果が待ってるのでしょうか。札幌から石垣、もちろん直行便ありません。あ2 22,500マイルもしちゃうんだ。なので、この部分はちょっと使いづらいかな。22,500だからな。これがもし1回乗り継ぎ、例えば札幌から東京経由石垣。このようになると、 理論上は8000マイルで発見できるはずなんですけども、出てこないな、空席が。いずれも2回乗り継ぎの場合のものしか出てこないので、ま、例えばこれ調べてあ、違う !8000 マイルよりも、違う、800マイルよりも距離がなくて1500マイル超えるからかな。もしかしたらその可能性、いや、でも2回、え、どうしてどうしてどうして 出てこないですね。もっと先のシーズンオフになったらまた話は変わってくるのかもしれないですけども札幌から石垣調べてみると全然出てこないなぁ僕ああたあったあった <laughs> これしかないの逆言えば、まあ、なので1回乗り継ぎであれば8000マイルで発見はできるんですけれども、まあ、そもそも札幌出発だとほとんど空いてないと、まあ、こんな感じあしかもこれ大阪経由か 大阪経由で8000マイルだよっていうのが出てきたりだとかするのですがそれ以外はやっぱ2回乗り継ぎになると距離数の関係で2万2500万円になりますじゃあこれが東京出発の場合がどうなるのかこれも合わせて調べてみましょう東京から石垣直行便はもちろんありますので直行便は出てこないのかなまあ例えば今沖縄経由出てくるんですけれども1回乗り継ぎで8000マイルこのように変わったのはもうただただありがたいそれだけだよ で僕が調べたいのが直行便の場合、まあ、直行便調べたところでマイル数同じなので別にいいといえばいいんですけども8000マイルで、あと2回乗り継ぎの場合だね。2回乗り継ぎの場合はそもそも出てくるのか。一応直行便があるど、あ、出てこないですね。一応直行便がある年同士だと1回乗り継ぎしか出てこないので多分東京石垣で調べても出てこないんじゃないかな。2回乗り継ぎに関しては。 ああですね。出てこないです。はい。そんな感じになりましたので、今回は本当に嬉しい改善ですよね。今まで私、札幌に住んでるので、直行日に行けるとして限られてるじゃないですか。で、さらに地方都市の方はもっと限られてるわけじゃないですか。そういった方も僕は以前の動画でユナイテッド航空はもう国内線お得ではなくなりましたっていうふうに表記したんですけれども、これは改善されました。ただ、今までであれば2回乗り継ぎも、 1> 1回もも直行日も、ま、同じマイル数だったのでこの部分に関しては、まあ、うんま、解約とは言わないけれども、まあ、実際解約にはなってますが、時代の流れに合ってきたのかなというところではありますが、こんな感じで、距離が短すぎるところも、最低マイル数5000マイルから発見できることというのは変わりませんので、今、ま、今後、僕はちょっとユナイテッドコークのマイル、 を使うのであればアラスカ航空を優先したりだとか他の航空会社優先して使っていこうかなと思ったんですけども今回の改定に伴いましてかなり使いやすさは戻ってきましたただし今まであった、えー、と例えば鹿児島で調べてましょうか今まであった日をまたいの乗り継ぎこれは引き続きできませんもうそもそも表示すらされませんので全然フライ出てこないな なので、そこの部分はちょいと注意が必要ではあるんですけれども、いずれにせよ、こんな感じで、経由便が使えるようになった、あ、これ、ごめんなさい、沖縄から調べたが出てこないのか。これで調べてみましょうか。いずれにせよ、経由便でないといけないところも、マイル数が1回乗り継ぎであれば、少ないマイル数で取れるようになったことは、かなり嬉しい改定かなっていうところはありますので,で、先ほどもお伝えした通り、日をまたぐような、 乗り継ぎこれはできませんのであくまでも同日中例えばこの日札幌から鹿児島調べてみたら150件以上のフライトが出てきたんですけどもいずれの場合も同日乗り継ぎの場合のみですでこの路線札幌から鹿児島800マイル超えますので1回乗り継ぎまでであれば8000マイルで済むのですが2回乗り継ぎになるとこんな感じで17,500マイルに変わってしまいますよというような形になります 1> なので1回乗り継ぎだと、さっきとかにあったな、1回乗り継ぎ、こんな感じですね。1回乗り継ぎですと、こんな感じで8000マイルなんですけども、2回乗り継ぎだと17,500マイル。これが距離が短いところで、 やると同じですね例えば庄内空港で調べてみましょうか札幌から庄内距離は近いんですけれども直行便はありませんおのずと東京経由になりますので東京まで行ったとしても2回以上の率が1万2500マイル1回の率がは5000マイルで発見することができさらに同日中で 必ず最終目的地に到着しなきゃいけないというルールがありますの、ね、で、この点気をつけてください。この端に12,500マイル、2回乗り継ぎ。1回乗り継ぎの場合は5,000マイルで発見できるようになりましたま。あとは、例えば今回のルール改定に伴いまして、このルールが適用された状態で発見された方、例えば、まあ、仕方なく軽油便で発見された方もいらっしゃると思います。例えば片道で札幌から、まあ、首相にしましょうか。 札幌から省内を例えばこの便で予約された方がいらっしゃるとするじゃないですかその時12,500マイル払っておりますがまだ登場日迎えてないのであれば今変更をかけてしまえば差額のマイル戻ってきますなのでこういった使い方でいきますしあとは仕方なく片道ずつ発見された方いらっしゃいませんか例えばこのロ,ローテーションですねこの、えー、とルート札幌から省内で調べて東京経由省内ただ 1一冊で発見してしまうと片道12,500マイル片道ですと5,000マイルなので 5,000×25,0005,000 札幌東 5,、東京5,000東京省内5,000これで発見された方どっちかの予約片方キャンセルしてくださいキャンセルしてマイルを戻した上で変更かけてくださいもちろん全部キャンセルしてもいいとは思うんですけれどもそこから取り直すことによってマイル数 今のルールが鉄筋用になりますので、この部分、うまく活用してみてください。あとは国際線どうなのか見てみましょうか。例えば、東京からソウル、ここも5000マイルで発見できたんですけれども、経由便使って、あ、ごめんなさい、今、札幌にあってるな、これを東京に戻して、経由便を使った場合、今まで5000マイルだったところがどうなってるのか、これも合わせて見てみましょうか。もちろん直行便は5000マイルで変わらずですね。5000、直行便5000、あ、まだエアバス380飛ばしてるんですね。 5000、5000、チョコビン5000、チョコ5000。あー、残念。日本国内線のみ有効のルールみたいですわ、これ。あー、まじか。これがもし、国際線でも距離が短いところ、5000マイルで行けるよー、だったらかなり良かったんですけど、まあ、これはちょっと距離が長いからかもしれないのでちょ、大阪に見ましょうか。大阪からソウル、距離がもっと短くなります。この場合、直行便はもちろん5000マイル。5000マイル。直行便5000。 直行便5000乗り換え1回どうなるあら逆にこの日は直行便しかきたかったか次の日見てみましょうこの日はどうでしょうか直行便5000はもちろん直行便あれこの日も直行便しかいたいのかもう一回適当な日選んでみましょう直行便50005000 5000あれあれあれなんでなんで直行便しか出てこないえええええなんでなんで じゃああそかここ大阪からにしてみましょうか。関西空港じゃなくて。これだったら、例えば東京経由とか福岡経由とか出てくるでしょ、きっと。5000、あ、なんか嫌なもの見ちゃったな、これ。<laughs> まあ、なので、わかりました。はい。です。です。なので、直行便の場合は5000マイルはこう変わらずです。でかといって、国内線は、経由便使ったら、 マイル数1回までであれば直行便と同じ扱いだよというところだったんですけども国際線になってしまうとやはりこのように変わってしまいますの、ね、でお気をつけくださいじゃあもっと距離が短い福岡福岡ソウルだとどうでしょうかこれがもし乗り継ぎ OK だったら画期的ですよ直行便あれ直行便しか出てこないそれかもうそもそも直行便しか出さなあそういうあ,あですね はい。これで分かった通りです。まあ、あとは一応念のため見てみましょうか。沖縄から台北も5000マイルで行けるっていうのがあったんですけども、沖縄から台北。この場合はどうでしょうか。まあ、おそらく国際線なので乗り継ぎがあった場合はあ、むしろビジネスクラスしか空いてないな。マジか。他の日付30日カレンダーで見てみましょうと。あれ <laughs> ビジネスクラスしか空いてない。なんで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  なんで <laughs> まあいいや。とりあえず、まあ見なくても僕はもうある程度理解はしてるんですけども、国際線の場合ですと、乗り継ぎがあったとしても、やはり最安値ではいけないっていうことだけ伝えておきますねとりあえず沖縄、なぜかビジネスクラスしか空いてないです。開放されたいんでしょうね、きっと。うん、そういうことでしょう。あとはどこかあったかな。大阪から上海とかも確か少ないマイルで行けたと思うんですけども、大阪から上海は、 あそもそも少ないマイルで行けないのかなこれ。ちょっと距離が長いから。あ、ですね。失礼いたしました。福岡から上海かなでもそもそも福岡、上海でビン出てましたっけ大連とか北京だったら福岡出てたと思うので、そっちの方が少ないマイルで行けるとは思うんですけども。あやっぱ経由便になっちゃうか。じゃあ、ここ大連にしましょうか。大連。大連 DLC。出てくるかな 空席があれば理論上はここ5000マイルで発見できるはずなんですけれどもまあありましたねこんな感じで5000マイルで発見はできますがやはり経由便になってしまうと1万2500マイルになってしまいますので今回のマイル改めてあでもこれ2回乗り継ぎでも1万2500マイルこれ結構お得ですよねはいなので ある程度僕の中でまとめました今回の新しいユナイテッド航空のマイルの必要数変更に関して、まあ、マイル数は変わらないんですけれどもルール変更に関して直行便もしくは1回乗り継ぎこれであればルール同じと言いますか少ないマイルで適用になります要するに直行便と同じ扱いですね1回もの乗り継ぎであれば例えば福岡東京であれば直行便は5000マイルになりますが乗り継ぎがある場合 1>, 1回までであればこのように5000マイルで乗り継ぐことができます。ただし2回乗り継ぎになってしまうと必要マイル数がこの前のルール変更があった時と同じようなマイル数になってしまいますので距離が800以下もしくは800未満この場合は12500マイルです。801マイル以上になると乗り継ぎ2回は17500マイルに変わっていきますで。そこからさらに距離が長い 1500マイル以上かな、になると、2万2500マイルがかかってきますので、まあ、ただ、東京発着の場合は、基本的に1500マイルで収まるところが多いので、まあ、北海道であったり、私のように、ちょっと地方に住んでて、かなり遠い路線、沖縄と北海道を結ぶ路線、ここを利用する場合だと、まあ、例えば最長路線で調べてみると、稚内から石垣になりますので、稚内、石垣を調べてみると、まあ、そもそも出てこないかもしれないですね、乗り継ぎの便の都合上。 出てくるかなあ出てこなないですねなので稚内近郊にお住まいの方ユナイテッド航空のマイル使って石垣島行くのはちょっと難しそうですねこんな感じでこれがやはり日付をまたげないというルールの弊害でもありますしこの関係で空席があったとしても乗り継ぎのアクセスの関係で表示がされない便というのは多数出てきてしまいますのでその分は弊害かもしれませんがまあ 仕方ないのかなもうそういうルールになってしまったのでなので札幌から石垣であれば同日中に乗り継ぐことはもちろんできますのでこの場合はマイル使えるのですが最低でも22,500マイルになってしまいますのであまりにも距離が長すぎるところ日本の国内線では場所限られてきますが、まあ、ただこれ 1>, 1回乗り継ぎであれば僕はいけるとは思うんですよね。8000マイルで,で。どこかの日、確か8000マイル空いてたので、ここの部分はちょっと注意必要なんですけども、こんな感じで、ね、8000マイルでいけるんですけども、2回乗り継ぎになると。 距離が1500 22500ママイイルル超えててししまままうと2万 2, マイルかかってしまいます。ただこれは東京にお住まいの方はあまり関係ない話ですので私のように北海道に住んでる方はこの部分気をつけた方がいいかもしれませんあとは石垣だとか宮古に住んでる方も同じですね北海道行く際はマイル数増えてしまいますので一回乗り継ぎで行ければいいんですけどもそれ以外だと2万2500マイルです なので、もう一度最後おさらいしますね。直行便短いところは5000マイル。1回乗り継ぎも5000マイル。2回乗り継ぎが12,500マイルです。そして800マイル以上のところが直行便8000マイル。あとは1回乗り継ぎも8000マイル。2回乗り継ぎだと17,500マイルです。1,500マイル以上のところは、 直行便もしくは1回乗り継ぎが8000マイルで、2回乗り継ぎ以上は22,500マイルに変わります。これはあくまでも日本の国内線のみになりますので、国際線使った場合は以前のルールと同じになります。短かったら片道5000マイル、乗り継ぎがあったらも12,500マイル。これは1回乗り継ぎでも2回乗り継ぎでも同じマイル数になっております。800マイル超えてしまうと、その後は、 乗り継ぎがあって17,500かなこのように変わっていきましたので、だいぶルール戻ってきました。そして過去のルール変更何回かありましたが、その際、少し多めのマイルで予約された方、今予約取り直すと少ないマイルで OK になります。変更をかけてもいいですし、一度払い戻し,してから新規予約という形取ってもいいと思いますね。ここは皆様のお好きな形取ればいいのではないかなと思います。それではは今回はユナイテッド航空の マイルを使って発見する ANA の国内線の特典航空券のルールがまた変わったよという情報をお届けさせていただきました。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、いつもフォロワースよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。